さあ、それでは解説していきましょう。因数の見つけ方とね、何を言ってるのかっていうと、えっ、ー、と、例えばこんなものがあったとします。2x の3乗プラス、x の2乗プラス、5x マイナス3みたいなこんなものがあって、こいつを因数分解しなさいって言われたとしましょう。ね。因数分解するときはどうすればいいんですかパッと因数分解できないときには、代入してイコール0になる値を見つけていけばいいわけですよね。すなわち因数になるものを頑張って見つけていけばいいわけですよ。さあ、ということで代入してイコール0になるものを見つけましょう。えー、動画を止めてもらって構いません。 3分以内に見つけてみてください。3分以内です。いきますよ。よーい、スタート はい3分経ちましたねさあということで3分経ってだ見つかりましたかどうですか見つかった人は多分この授業受ける必要ないと思いますのでこの動画はもう早く閉じてね別の問題解いてみてください見つからなかったと思うんですよ、ね、難しいですよね実は簡単に見つからないものっていうのも結構あるわけですよ1代入してみたらダメ2代入3代入4代入うわーっていうふうになっていくわけですよねこれなかなか見つからないわけですよで実は因数を見つけるときにはあるお約束事があってそれを守ってあげると因数って 実はもう絞られてくるんですいいですすいいかさあこっち行きますよさあこういうふうに P x がこんな感じのね多項式になってました正式になってましたすごく文字が多いので分かりづらいかもしれないけども特徴だけ言っときます何かこれ X の N 字式だよって言ってるだけです。 だから三次式だったらこっちが三乗。四次式だったら四乗、五乗、六乗ってなってるだけです。え何乗の式でも使えるので、x の n 乗って書いてるだけです。で、ここの下についている a0、a1、a2、a3、てんてんてんて an-1、an って何かって言われたら、こいつはただの係数ね。ただの係数ね。ただの係数です。いいですかあの、x の三乗の前に何がついてますかみたいな話ね。例えば、こっちの例に戻りますよ。これだとならば、2。 1> 1 5マイナス3みたいなものを今 A0A1A2A3 なんていうふうに表してるからねって言ってるだけで、ね、OK こっち戻りますね。そうするとどういうことが言えるのかって話なんですけれども見てほしいのは、X、の n 乗と、AN、っていうここの部分ですねここの部分ですね。n 乗の前の係数とこの定数項、AN、を見てあげてさあ考えてみましょうか。 pα イコール0となるような α を俺たちは見つけたいわけです。因数分解するためには。実は α っていうのは、ここ、an の約数、an の約数いくつか出てくるはずなんですけど、an の約数を a0 の約数で割った値にプラスマイナスつけたものが候補になります。候補になります。いいですかなのでちょっとこっちの例でやってみると、ここにマイナス3があります。 ここに2があります。ということで、マイナス3の約数を考えてみましょう。まあ、ぶっちゃけマイナス3の約数っていうふうに言ってますけれども、後からどうせプラスマイナスで考えていくから、これ3の約数で結構です。3の約数で OK です。3の約数見つけていくと、1か3しかないですよね。はい、こっち2の約数見つけていくと、1か2しかないですよね。いいですかすなわち、もしこいつ、px、 というふうに置いた場合、Pα イコール0となる α の候補はっていうふうに言われたら、α は候補はこうです。ここの部分を分母にして、ここの部分を分子にして、プラスマイナスつけたものですから、プラスマイナス1分の1か、プラスマイナス2分の1か、プラスマイナス1分の3か、プラスマイナス2分の3の、このどれかしかないよってことなのね。このどれかしかないんです。 いいで,すかで実際残念ながらプラスマイナス1とかっていうのだったらうまくいかなかったわけじゃないですかですよねプラスマイナス1っていうふうにやっても残念ながらねこいつはうまくいかないと本当にいかないよう、ね、にいかないですよねでプラスマイナス3を代入してみたとしても多分うまくいかなかったと思うんですよいいですか多分うまくいかなかったと思うって絶対いかないんですけどいかなかったわけねなのでもうこれで候補が実はもう尽きてるわけね整数の範囲で言うならば。 いいですか。3の約数って1、3までしかないわけじゃないですか。ということは、例えばここに4を入れたり、5を入れたり、6を入れたり、7を入れたりって無意味なわけね。無意味なんです。なんでかって、こいつの約数って1か3までしかないわけです。1と3しかないわけですから、1分の1とか1分の3までしか作れないわけですよね。OK? だからもう3以上の数字を入れるのは無意味だったわけね。次にやらなきゃいけないのは、ここの係数を見てあげて、2分の1とか2分の3を代入することだったわけです。 いいですか。そうすると p 2分の1っていうのを代入してみてくださいちょっとこっち書くスペースがないででも右も消したくないなよしこれもう大丈夫ですよねよっしゃ p 2分の1っていうものを代入してみてくださいそうするとありがたいことにこれごめんね計算してみてね P2/1 をバン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 っていうふうに代入していくとなんとありがたいことに0ってなって消えてくれます消えてくれます 本当です嘘ついてないです消えます。ということで p2 分の1っていうのが係数になるよってことがあえっと2分の1がイコール0になるってことは何が言えるのかっていうと px っていうのは x ス2分の1っていうのを因数に持つよねってことが言えるわけです。 x-2 分の1をインスに持つわけですえなんかこれ整数じゃないから気持ち悪いじゃないですかおっしゃる通りですよねこのままだったらちょっと見にくいのでこうしといた方がいいでしょうね 2x-12x-1 いいこうやっても x イコール2分の1を代入したら0になるわけじゃないですかオッケーしかもこういうふうにやってあげれば次に掛け算をするこっちね 2x× 何とかで 2x の3乗を作るときにも作りやすくなりますからね Okay、もちろんね、これ x-1 分の1のまま考えていってもいいですよ。x-1 分の1のまま考えていくと、ここが 2x の3乗に当然なっていきます。 で、これ、バーって計算をしていくと、ここが全部偶数になるので、2でくくれて、2がこっち側に行ってしまいますので、結果的に同じ答えが出ますから、別に x-1 を因数に持つってやってもらっても大丈夫です。最終的な答え一致します。いいですかはい、ただ、2x-1 にしといた方が、2分の1を代入して0っていうのが分かりやすいので、いいのかなと思いますよ。いいですかさて、2x-1 では、1でこういうふうに、あ、これ x の30だ x の2乗です。失礼しました。x の2乗っていうふうにしておくと、いくよ。2x×x の2乗で2、 x の3乗になります定数項3を作るためには −1×+3 ですよねプラス +3 ですねさあ x の1次の項あ2次の項を見ていきましょうかここの −1×x の2乗で x の2乗が出てきますあと何をすればプラス +x の2乗になりますかっていうとマイナス x の2乗にプラス +2x の2乗してあげればプラス +x の2乗になりますよね Okay、だから 2x×x っていうのを考えてあげれば 2x×x で 2x の2乗 −1×x の2乗でマイナス −x の2乗になりますので足し算してプラス +x の2乗作れますよね。 確かめで 5x になるか見てみましょうか。2x× プラス3でプラス 6x です。マイナス 1×x でマイナス x です。計算したら確かにプラス 5x になりますね。ちなみに x の2乗プラス x プラス3はこれ以上を因数分解できませんから、答え 2x マイナス1、括弧 x の2乗プラス x プラス3っていう風になるわけね。よろしいですかということで右側に戻ります。いきますよ。 これの因数を見つけるために、えー、イコール0となるようなアルファ、代入してイコール0になるようなものを見つけていきたいんだけれど見つからないときです。パッと。見つからない時ですパッときはこれです。これ。いいですかこいつを使ってあげるんです。で、対外の場合、ここが1になっているので、ここが1ってことはどういうこと ?A0 が1になっていることがほとんどなんですけれども、これが1ってことは、結局 A0 の約数って1しかないわけだから、ここの約数にプラスマイナスつけていったものが基本的にはアルファの候補になるわけね。 いいっていう風うに考えていけば、例えば、X の3乗プラス、ホニャララ X プラス、ホニャララ X、えー、例えばね、ここの部分がマイナス8とかになってるとするじゃないですか。ということは、代入してイコール0になるようなものって考えていくと、プラスマイナス1か、プラスマイナス2か、プラスマイナス4か、プラスマイナス8しかありえないわけよね。オッケー。だから、ここでプラスマイナスの3なんか代入するようなことはないよってことね。 いいですかオッケーということでこれを覚えておけば因数がすごく見つけやすくなりますので是非覚えておいてくださいちなみにこれ証明するの結構大変です証明はめっちゃ大変で入手問題出たとしても難問の部類になります絶対誘導つきますのでとりあえず皆さんはこいつが成り立つんだっていうことは知っといてください知っとくだけでいいです証明までしなくていいですからいいですかと知識としてこれを知っておけば因数定理使いやすくなると思いますのでいろいろな問題でねこいつ利用してみてください